ちなっちゃん、ちなつちゃんが、今度も踊りをしてくれます。ちなつちゃんは何年生ですか？4です。今度は4年生です。あのゆうとくんのお姉ちゃんなんですけどね。今日踊ってくれるのは何の詩ですか？富岳です。富岳っていう、あの富士山のことですね。富岳っていう詩に合わせて、今度はちなつちゃんが踊りを披露してくれます。準備はいいですか？はい。じゃあお願いします。富岳っていう詩を踊っていただきました。ありがとうございます。ゆうとくんとちなさん、ちょっとこっちまで、前までもう一回来てくれる？あのせっかくなんでちょっとインタビューしたいと思います。ゆうとくん、ちょっともうちょっと。ゆうとくん、踊りやってどれぐらいですか？よかった。90点ぐらい。あ、点数で言うと90点ぐらい。はい。あと10点、何が足らんかったかな？このやつを、これ、こっちに入れようと。刀の振り方がやっぱ難しいんだな。ありがとうございます。どれぐらいやってるんかな？昨日から始めたそうです。すごいね。早い早い。じゃあ、ちなっちゃんはどれぐらいやってますか？去年の11月から始めたんで、まだ1年経ってないぐらい。1年未満で今の踊りを披露できるんですが、しっかり続けるとこういう腕前になるってことですよね。あのまあ僕もね、私もやってみたいなっていう人が、お友達がいましたら、ぜひこの勧吟っていうこの、あのグループの、まあ、門を叩いてみてください。あの今回の踊りはどこが難しかったですか？風物ののところで斜めに下がっていくやつがあるんですけど、そこが地面がいつもなら床なんですけど、ちょっと草なんで。あの普段はね、あの板の間とかね、舞台であのツルツルのところでやっぱりこういうとこ難しかったかもしれへんね。まあこれはこれで味があっていいよね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ゆうとくんとね、ちなつちゃんでした。もう一回あの大きい拍手をお送りください。次は、次はちょっと難しいやつでやります。でも、詩吟というのは漢詩っていう漢字で書かれた詩が多いので、
内容が難しい。